はい、じゃあ次、ペンネームワニコさんからです。ありがとうございます。どうした？あ、これ違う。私がメールを送り始めた頃はまだそんなにたくさんメールが来てなかった印象があります。最近はファンが増え、たくさんメールが来てるようで、流れ作業的にメールを読んでる印象を受けます。ファンが増え、メールがたくさん来て嬉しいのですが、ゆるいフリートークもたくさん見たいなと思いました。放送時間延長しかないでしょう。そうか、ありがとうございます。確かにね、でもいっぱい送ってくれて全部読みたいもんね。そうか、難しいですよね。だったら2週間に1回の1時間番組するとか、うん、何回選ぶ？各週？週なの？第2月曜とか。今日もでも結構来て、今日はでもね、あんまり読めないかもしれないけど、あのちゃんと送っていただいたのは、ね、いや見てますよ。読んでますね。次、はい、じゃあペンネーム、スギチーさんからです。ありがとうございます。スギチー2枚来てたの気がするんだけども、あとは2枚来てた。やっぱり次どっち読む？再送ってやつ。再送を読めばいいんですか？再送どれ？愛を感じます。あ、こっち。世界三大美女のレナコ、リサコ、千葉さん、こんばんは。こんばんは。最後に今年最後のバニラビーンズの一言。今年はバニラビーンズさんや千葉さん、バニラビーンズの現場で応援している。これは誰だっていいじゃん。こっちだね、これこれこれ第6位だ。第61回目のバニビューラビで、自分が紹介したコンビニのおすすめのお菓子のフルーツバウンパウンドが紹介されて紹介ん採用されましたが、その後、日記でレナコが美味しいよって書いて紹介してくれたことです。まさか自分が紹介したお菓子を食べているとは思いませんでした。愛を感じます。キモキモ、 キモって書いてるんです。あ、そうなん。スギチーさんからです。 ね、ありがとうございます。美味しかったですよ。カステラみたいな味がして、うん、そうだよね。昔はさ、なんか美味しいものとか紹介してたんだよね。あ、そうか、食べてたコーナーもあるか。出た。聞き水みたいなのやってた。聞きお茶とか。オレンジジュースもやってた。ソイジョイの聞きなんじゃないか。ソイジョイもやったね。あれ、よう手間かけてましたね。金かかった、ね。何十種類もソイジョイ買ってきてさ、こうシッてやってか食べてさ。今度からじゃ、楽しかったね。来年からさ、そういうのもたまにやろう。うん、あの、うん、あの、あれスターデジオみたいにね、隔週でちょっとコーナー変えてみるっていうのも楽しいかな。あ、楽しそう。じゃ心理テストやるか。あ、じゃ心理テストやりたい。スターデジオの心理テストが一番盛り上がる。まあ面白いよね。うん、怖い怖い。それでは次、ペンネーム鈴弘さんからです。ありがとうございます。特に印象的だったのは4月7日放送第39回で、あきほちゃんが、営業ちゃんがゲストだった時、レナコのお姉さんぶりは本当に微笑ましかったです。妹に対する愛情と責任感が画面越しに伝わってきましたよ。だって、ありがとうございます。あきほの回が良かったって多いよ。多いです。多いね。あきほモテモテみたいな。モテモテ嬉しそう。あきほモテモテ。でもあきほのブログは誰にも教えませんからね。はい、次、ペンネームのんきの AKA、緊張しないでリラックスさんからです。ありがとうございます。印象に残っているのは、はい、57回目、最近8月25日、全然違うわ、放送のヘアカットマネキンを使って2人が突然遊び出したのがとても印象に残っています。さっきも来てますね、いつ、うん、あったね。千葉さんが必死に静止しているのにもかかわらず、2人とも全然言うこと聞かない。あれは本当に笑わかせてもらいました。楽しかったね。あれね、今2匹しかいない。あれもう今かぶせてない。かぶせてない。もう雑な扱い。雑パン。黒いポンって。タマさんに怒られるよ。ね。タマさん汗くるんですかね。どうだろうね。一応陰病食ったんだけど。楽しみに待ってます。じゃあ次、ペンネーム、はい、コインケスギさんからです。ありがとうございます。レナさんに読んでいただきたいとのことです。はい。はい。いいですか。漢字読めないですけど。全部漢字じゃないです。大丈夫です。バニビー裏を振り返ってですが、今月から見始めたので特に振り返ることも何もありませんが、気になっていたのはお題のメールを読んでいる時ですかね。読んでいない方の行動がとても見ていて楽しいです。特にペンネームを呼ぶ時にリサさんのお手振りが可愛すぎてキュン死にです。それではアデュー。ありがとうございます。多いですね。これ見られてるんですね、読んでない方の人って。そうだよ、リサ子に大体読んでる時すごいひどいことがある。私もお決まりのことします。なんかお決まり、お決まりのこと、ちゃんと聞いてください。話を、はい、お決まりしなくて。じゃあでもいいじゃん、楽しいんだって。楽しい、うん、次、ペンネームハミルトンさん。ありがとうございます。
エレナさん、リサさん、バーチーさん、こんワンワンバンコ、はい、こんばんは。今まで印象に残ったバニーぐらいはレナさんの妹とリサさんのセレブフレンドがそれぞれゲストに来た回です。2人、いつもの2人だけのトークとはまた違って、両方とも YouTube で見て楽しめました。明日はワンマン前にエビ大館カフェでランチとバニビのカクテル飲んでいきます。あれ、エビ大館カフェってもしかしてあのバーフローさんの、あ、それ今やってるんだ。あれ結構前にやらなかった。いや、先週ぐらいに全部放送し終わったと思うんですよね。そうなんだ。あ、で今あお店に来ればみたいな、うん、行ってみたい。行ってください。じゃあね、うん、千葉さんがいないんで引くのは後でお題以外にいただいたメールを読みましょうか。はい、じゃあペンネームスギチーさんからです。ありがとうございます。今年も残すところあとわずかになりましたが、明日はいよいよバニビのワンマンライブ、はい、2人は緊張の真っ最中でしょうが、見てる方としては楽しみで楽しみで仕方ありません。2人ならワンマンやりきれる成長した姿をぜひ明日見せつけてください。最後に今年の、うん、これこっちが最後のバニブラビでの一言、うん、今年はバニラビーンズさんや千葉さん、バニラビーンズの現場で応援しているファンの皆さん、出会えたことが幸せでした。来年度も今まで同様、いやそれ以上にキモく応援していきます。素敵な笑顔と素敵な歌を僕らに与えてください。2人の楽しんでる姿を見ることが趣味なスギチーでした。ありがとうございます。そうです。読みました。読みました。あともう一つ。はい。ヘイさん。ヘイさん。ゆうとです。ありがとうございます。先日のリサさんのカニブログ見ました。そこで早速質問です。はい、セレブはカニをどのように食べるんですか？どうだ、味噌だと言いながら箸でほじくったりするのですが、では回答よろしくお願いします。まずお刺身。うん、そしてカニしゃぶ。うん、そして網で焼く、うん、頭はでかい蒸し器で蒸して、うん、味噌をこうやって、でも味噌が多すぎて吐きそうになる、かな、うん、あと雑炊したり、うん、でも大概余るよ。今もこんなになんか最近切ったやつが冷蔵庫に入ってて、冷凍庫にも入ってて、まだあれはまたどっかに行ってしまうよね、いいよ、いつでも持ってきて。本当ですか？カニとかいるんですか？うん、当たり前じゃん。嘘、花いらんかと思った。え、中身入ってるでしょ？もちろん全然食べますよ。ミラクルバス持ってきたら一瞬でなくなるよ多分。ここでカニ食べる人いるんですか？誰でも食べるよ。だってここではたまに気が向いた近藤さんがみんなに、うん、近藤さん元料理人だから、へ、音楽業界入る前は料理人、コックだった人だから、すごい、ご飯とか作ってくれるし、へ、持ってきなさい持ってきなさい、余ってるものは、余ってるキャビアとか持ってきなさい。カニ持ってくればよかったね、うん、今日今日、うん、今日じゃなくてもいい。あ、そうなんだ。わかりました。大体カニの食べ方、皆さん、カニ美味しいよ。でも意外に普通じゃないですか？いや、フルコースって感じ。うん、うんうん、そうですね、はい。で、カニ、はい、それよりも、はい、私じゃないや、明日、はいはい、まず引きますか？そう、引きます引きます。まだ引こう引こう、うん、はいはいはい、はい、じゃあ引きます。じゃあ一番上から、はい、ペンネーム、お、ノムさん、おめでとうございます。ノムさんね。じゃあ、お名前とご住所をこちらまで送ってください。そのコラはいつ届くのかな？来年ですかね。あれ、今年コラでももう今あの借金ないよ。そっか、結構送ってるよ。そっか、花本さん送ってくれたら、まあ年末年始には届くと思います。うん、うん、はい、じゃあ送ってください、待ってます、はい。じゃあ来年のお題を考えるのやつ、年明け一発目の放送は1月12日。こんな後あった？うん、後あとです。そうか、の火曜日20時半ですけれども、どうしましょうか。なんか超ベタなことでしゃっくりの直し方とか。なんで急に新年にそれなの？そっか、それにするじゃん。すごい気になったけど、でも新年の抱負、いいよ、抱負とか。え、それベタだからいいよ。そっか、ダメ。